それではバービーボーイズの目を閉じておいでよの、YouTube に上がってたライブバージョンを、コピーしたので、解説していきます。まあ正確に合っているかどうかはわからないんで、だいたい聞いた感じでやってますんで、まず頭が、こんな感じで、まあ指の動きと、まあ弾いてる感じでこんな感じに見えます。ということで、まず頭が、この C シャープマイナーの1弦、2弦、3弦。1弦が4、2弦5、3弦6において、まず1弦、2弦で、でその次に2弦、3弦。これを、1弦、2弦まず弾いて、で2弦、3弦を3回。で、ここで、この人差し指を1弦、2弦、3弦の4フレットバレーして、まあ、最初にこういう押さえ方しててもいいんですけど、この、今度は、2弦、5で、3弦、6。これを、6を離して4にしたり、4にしてまた押さえる。まあ、最初からこう押さえていくと、でまた1弦2弦の、4と5でまたこの6を押さえて、これで離して、こんな感じで、これで今度4弦の6、3弦の4-6で、1弦2弦の4を弾いて、今度4弦6やね、で弾いて4弦を6押さえて、3弦の4と一緒に、でこれを、2フレット分ずらす、2-4にずらしてまた戻すみたいな、こんな感じで、ちょっと待ってくださいよ、この音が、こんな感じ、まあ、二回しやって、で一番最初のコードが C シャープマイナーで、こうでもいいんやけど、 C シャープマイナー押さえてこう離してまた押さえるみたいな、これをまあ短縮コードで書いてんやけど、さっきの人差し指で1弦2弦3弦の4をバレーして、2弦を5、3弦を6押さえて、これを離す、離して押さえる、別に3弦だけ離して押さえてもいいと思います。で次に A のまあ短縮コードでやってんやけど、1弦2弦が5で3弦が6を押さえて、これで3弦の4から6へ、まあこれ1弦まで押さえると難しいんですけど、これをさっきのコードの、2弦の5と3弦の6だけ押さえて、これを中指と薬指で押さえて、で人差し指は3弦の4を押さえてて、こう離す感じ、これでもいいです。で今度は次が F シャープマイナーなんですけど、まあ、なんとなくアドナインかなっていう思ったんで、アドナインをやる、こういうコードなんですけど、5弦9で4弦7、あと3弦2弦が9で、次 B の指す方で B を押さえて、小指で3弦の9フレットを押さえて、こういう感じで離す、こういう感じよね。でまあ
その次に。これがまあ、6弦の5を2回。で、5弦の3、6。で、4弦の5。これでまた5弦3、6で4弦の5。あ、4弦の4やね。で、次が6弦の4を2回。また5弦3、6で、今度は4弦の6。こういう感じです。で、またさっきと一緒で C シャープマイナー。これで A。で、F シャープマイナーのアドナイン。これで B のサスホー。で、今度は A で、A は普通にまあ単種コードで弾いて、次が4弦の6を弾いて2回、それで3弦2弦の4を、でまた6、それで3弦2弦の4を2回かな。こういう感じか、こういう感じかな。で、次にコードが A のところで、1弦2弦の5を押さえたまんまで、3弦の6を押さえてまず2回弾いて、で5を2回。で、次8を小指で押さえて2回弾いて、で1弦2弦の5を2回。これを2回しやね。で、次に G シャープマイナーのとこで、4弦の6、2回で、次が3弦の4、まあこの時に2弦も一緒に押さえてもいいんやけど、4フレットこれで、2弦3弦の、あ、次が8やね、3弦の8、2回で、1弦2弦の4、2回で、今度は3弦の5を2回弾いて、1弦2弦の4を2回弾いて、で、2弦だけ5、4、5、4。で、次に、まあちょっとデモは適当になってしまったんやけど、まあこれをこういうのでもいいし、まあいろいろ、ここはちょっと分かりにくくてなったんやけど、単音ならまあまあこれでいくと、譜面俺タブ風に書いたのがこっちの、まず2弦の5で1弦の740、それで、2弦の70で5で5を伸ばしてまた1弦の740で1弦4ちょっとね、メロディー的にこんな感じで、これをまあ最後の方向ね、こっちなんか分からんけど、これやったらまあ、2弦の12、9、7、5あたりを使って、これを開放と絡めながら、こういう感じかな、こんな感じやと思います。で、その次がこれが入ります、6弦の4、5弦3、これで4弦の6から7へスライドして、これでまた6で4で、6弦じゃない5弦の6、
で、サビに入って目を閉じておいでよね。ここのところでまあもう C シャープマイナーで離すで押さえる。で B はそのまんま。で今度 A はこうずらして戻す、半音ずらして戻すとか、4弦だけ半音、4弦の7を6から7へやるとか、まあこんな感じで、ほんでまた B で、でまた1に戻ります、イントロに戻ります。で、途中また ABCD といって音らしくなるとき、これがまず5弦の4-6-7で6弦7で、5弦4、6弦4で5で、ここでこれが3弦の6と2弦の5と1弦の7を押さえて、こういう感じで、次がこれが5弦の7で4弦の4-6、これ5弦の6-7、6弦7、5弦4-6、これをまあ2回やって、でその次に Am7、 これはアルペジオで4弦からで、これがまあ4-7-3-6-2-5-1-4押さえて、で次 G シャープ、でその次にこういうのが入ってます。こうなんていうの、こうピッキングハーモニクスで歪ませるとこういう感じで、ピッキングハーモニクスを使うんですけど、これが4弦の6から4へプリングして5弦の6で3弦の5をピッキングハーモニクス、まあこれはこう聞いた後にこの指の腹を当てる感じでハーモニクス音を出している。まあ練習しないとできないと思うんですけど、まあこれをこれもまた他の誰かの動画で上がってると思うんで練習してください。でまた、Am7 って書いたんですけど、でまた G シャープで、この次に4弦3弦2弦あたりの6フレットを4回弾いて、今度は G シャープやね、 G シャープの省略コード、4弦6、5弦、4弦6、3弦5、2弦4、1弦4くらいの感じで、で弾いて、今度はこれがまあ1弦と2弦をこうランダムに弾く感じで、まず0で、で12、9、7、あ、じゃあ12、9、0やね、これで7、5で、こ次は12で0を2回で、7で0を2回で、9で0一回で、まだあとは一緒でみたいな感じで、で
これが2弦の10から12へハンマリングして1弦の12を 2回やって3回目はハンマリングだけね。でまた一緒のこと。で最後にこの、2弦の9をチョーキング。でまたこれが入ります。6弦4で5弦3、4弦の6から7へスライドで戻す4、5弦の6でまたこっからもう D メロのサビのさっきの入って、でこれが終わってまたイントロに戻って、みたいな感じでやって、最後にジャーンって多分こういう感じで弾いとったかな。まず A の A アド9やね。 A の4弦と、3弦の2フレットだけ押さえて、でまずまあ単音やね。単音で5弦の0、4で、4弦の2で3弦の2で、こっから1弦2弦の0を鳴らす、こういうアドナインの響きで、なんかちょっとみたいのを入れて、これが3弦の4をチョーキングして下ろして2で4弦の4にで A で終わる。まあこんな感じやね。もう難しいっていうあれでもないんですけど、このまあこの辺あたりをこの9、12、9、7、5あたりをこうランダムにこう0と絡めながら入れとくと、まあそんな感じのと、まあそこがちょっと分かりにくかったんで、まあ、大体でやりましたが、まあそんな感じで、以上になります。